秘宝坂本隼人さん帰れよケツ穴と言われてしまう。ツイッターに投稿された音声をお聞きください。おい帰れよケツ穴。許可すの民度事実提起ケツの穴言ってえことと悪いことあるやろ。メンバーリストからケツ音とケツ穴なやろ。親切やめろ。親切は荒れる。ケツの穴警察に指導されるべきやな。自分が同じ立場ならどうするとかいうフリップあってくさ。ケツ穴確定した立場かな。おえおうは結局なんなんだよ。ケツ穴はバカにされて当然やと思うけど。ケツの穴派は案の定絶滅危惧しなってもうたな。ケツの穴だって言ってんだろ。ケツの穴は誹謗中傷に当たるぞ。にしたって仁岡は絶対に許さんかったのに、坂本には甘々なあたり腹も本当に才能ってかれるんやなって思うわ。許可すってほんと功労者に冷たいよな。ケツの穴の誤字と五感込みでの面白さなのにそれ分かってないやつポンと浅いわ。やっぱりそこ打って大事やね。オープン戦からずっと打ててないのに使う方も悪いわ。2軍で打てるようになったら1軍で使えよ。ご視聴ありがとうございました。